こんにちは。じゃあミスタートレーズです。ワクワクさんです。ノッポさんじゃないの？うちのワクワクさん。ノッポさんだからこれ。ノッポでしょ今日。やっちまうぞ。すいませんわがままボディで。今日はレジェンドの新作をオーダーしてくれたんで、ちょっとパーツの組み絵を。はい、一緒にやっていきましょうか。はい、僕やらないんですけど、はい、やってもらうんですけどいいですか。わかりました。はい、じゃあお願いします。はい、から先に並べたら順番。ああ、そういうことなんで、こういうことか。あ、なんかこれこれそうなるかな。こうだね。こうですね。はい。これでじゃあ完成を描いていきましょうか。はい。よし。組み立てるときってさ、はい。うん。周りもすげえ無駄ですけどね。一応観客がいるんですけど、冷たいもんだな。うん、本当にね。さっきまでわちゃわちゃ言ってた。オッケーやね。ね。うん。行きますよね。オッケー。はい。うん。さっき言うたもんね。エベルってやつね。たもんね。見たいっすね。見たいっすね。今日誕生日だでさ。年齢バラしたろいい感じですね。こうですね。いいね。はい、こういうの。色いいっすね。めっちゃいいよね、これね。あ、いいね。いいっすね。うん。かっこいいっす、かっこいいっす。バッチリね。バッチリっす。必殺仕事人じゃないか。ニヒモヤのリュウ。この位置か。これぐらいの位置の方が好きかな。まあ、気になったら1センチ、2センチなんかすぐ切れる。うん、はい。これでいい。じゃあ、これでいきましょうか。じゃあ、つけてみましょう。不器用か。不器用です。2人ともそうやん。不器用です。不器用って。自分不器用なんで。これが、Z カップです。ぶっ殺される。これはいいアイディアだね。次は、まあ、フック変えましょうかね。フック、フック変えて、ここら辺とかで、垂らすと、前もいいですね。はい、というわけで今日はお客様ご協力のもと、レジェンドを組み立ててみたのコーナーでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ご協力ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは、また